今日の我々の任務は勇者部本体から離れ先行して徳島の調査を行うことだ。石膏というわけですね。本日のお役目、私も同行させていただきます。初めてですが何卒よろしくお願いします。うん、わからないことがあったら何でもたまに聞きたまえ。おはん、はい、質問。およ、言うながか。まあいいけどさ、んで、なんだ、どうして調査なのに私たちゴミ袋とトングなんて持ってるの。え、そういえば、それに軍手までつけて、これじゃまるでゴミ拾いだわ。ゴミを拾うのは勇者の大切なお役目です。勇者部員になった時私はそう教わりました。勇者様はやはりすごいです。環境の美化のためにゴミまで拾われるんですね。ええ、率先して人の嫌がる仕事を引き受け、みんなを笑顔に導く、それが勇者部なのですよ。はあ、なんて素晴らしい。きっと神樹様も喜ばれます。その通りだと思う。うおはん、ふん、ゴミを見れば人々の暮らし向きや土地の荒れ具合もわかるしな。実に深い。そうかしら。さあ皆さん、徳島での初ゴミ拾い、周囲に目を光らせながら参りますよ。あ、はい、わかりました。けど石膏ってこういうのだったかな。さすがだ、ひなた。巫女としてだけでなく勇者部員としても成長しているんだな、お前は。あ、そこにペットボトルが。あちらにアルミ缶が。おお、私たちも負けてらんないね。頑張っていっぱい拾っちゃうよ。なあ、ゴミを集めたのはいいが、これで本当に何かわかるのか。どこのゴミも同じだと思うけど。それにしても腹が減ったな。そういえば徳島の名物って何があるんだ。おみき鍋っていう味噌仕立てで泡ポークを使ったお鍋があるみたい。ほう。なんでも人参の赤と大根の白い色が原平を表していて、締めにおそうめんを入れるんだそうです。そういえばおそうめんは徳島の特産品だと聞いたことがあります。たまにはおそうめんもいいかもね。麺類ですと他にも徳島ラーメンが有名なので、せっかさんが喜ぶかもしれませんね。な、話には聞いていたが、徳島県民はうどんよりラーメン推しなのか。徳島ラーメン、どんなものだったでしょうか。茶系、黄系、白系の3種類があり、代表格の茶系は豚骨濃い口醤油の中太麺で、トッピングに豚バラ、ネギ、もやしと生卵を乗せるのが特徴のようです。は、思わずよだれが。黄系は鶏ガラ野菜の薄味スープで、ネギ、もやし、チャーシューを乗せたシンプルなスタイル。そして白系は薄口でオーソドックスな豚骨ラーメンみたいですね。はあ、おこれはたまらん。全部食べたい。確かにとても美味しそうです。ちなみに徳島人にとってラーメンはご飯のおかずなので、基本量は少なめで、トッピングをご飯にのせ替えて丼にして食べるのが醍醐味なんだそうです。へえ、一粒で二度おいしいどころか三種類で六杯おいしいってわけだね。あんずさん、とっても詳しいんですね。もしかして独自に事前調査を。あ、いえ、これはそういう説明をするように東郷さんからメールが。どういうことだ。東郷さんが徳島のグルメ解説を。謎ね。にしてもそうめんにラーメンだと。若葉先輩、どうしました。
何か心配事でも？ああ、いいんですよ、アヤさん。若葉ちゃんにはお構いなく。麺類以外ですと、徳島バーガーなんかも人気があるみたいですね。ハンバーガーか！いいな！他のとはどう違うんだ？徳島バーガーは商工会の厳しい審査をクリアしないと認定されない特別なもので、泡ポーク、泡牛、泡踊り、ナルト鯛、ワカメ、シラスなどをふんだんに使用したバーガーです。わあ、美味しそう。食べてみたいね、ぐんちゃん。そうね、高島さん。他に軽食では、フィッシュカツ、竹地区はデコ回し。デコ回し、何ですかそれは？デコとはデク人形のことで、串に刺した里芋の味噌田楽をいろり端で回し焼く料理だそうです。東郷さんがそう言ってるの？あいつがデク人形とか言うと呪いっぽくて怖すぎだぞ。でも食べ物の情報ばかりなのね。どういうことでしょうね。食べて報告しろという意図なのでしょうか。しかし、うどんのうの字もないのはなぜだ。まさか徳島にうどんは存在しないのか？ありますよ。え、徳島にもうどんはあります。本当か、あや。徳島にもうどんが？その話ぜひとも聞かせてくれ。はい、お任せください、若葉先輩。徳島には釜揚げうどんのたらい版、たらいうどんというものがあり、川魚の出汁で食べるのです。おお、素晴らしい。また、なると細麺うどんというお揚げが具材のコシがなくて柔らかいうどんも有名です。なあ、コシがないだと？麺の命であるコシをうどんから取ってどうする？ごめんなさい。若葉ちゃん、ね、あやさんに怒っちゃってるみたいじゃないですか。そうですよ、若葉さん、ひどいです。あやちゃん、こんなに小さくて可愛いのに。あ、すまない。せっかく教えてくれたのに怒鳴ったりして本当に申し訳ない。こちらこそ、若葉先輩のうどん愛も考えずごめんなさい。いや、今のは私が全面的に悪かった。お前が謝る必要はない。すまん。いえいえ、そんな。あ、いやいや、そんな。うわー、腰があるなしは置いといて、とにかく何か食べないと、もう限界だぞ。でも、まだ東郷さんのメールの真意がわからないし、どうしたらいいのかな。うまい店の近くを徳島遠征の拠点にするんだ。今日はそのための調査に違いない。そんなバカな話あるわけないわ。だが確かにゴミ拾いをしたせいか腹がペコペコだ。ぬ、失礼した。ペコペコ若葉ちゃん、素敵です。早くお口に何か入れてあげないと。日向さん、カメラ持ってきてたんですね。あ、園子先生に報告も。メモ。これのどこが石膏なのよ。ただゴミを拾っただけじゃないの。ぐんちゃん、何食べよっか。私、デコ回しがいいな。ええ、高島さん、私あなたのために思い切り回すわ。デク人形を。あの人形ではなく。よし、この際ラーメンも細腰うどんも全て味わって報告してやる。あの細腰ではなく細麺で。ハンバーガーも鍋も今なら全部食べられそうだぞ。うわー、日向先輩、よろしいのでしょうか。何か言いましたか？きっと何か深いお考えがあるのですね。初代勇者様方なのですから。おーい、日向、あや、置いていくぞ。はーい、すぐ参ります。私も頑
張らなくちゃ。追伸、以上の食べ物や周辺を解放し、勇者部全勇者の到着に備えられたし、なお死して屍拾うものなし、死して屍拾うものなし、健闘を祈る。